はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、4月の20日ですけれども、何の日か皆さんご存知でしょうかそうです。って言っても、えー、あまり馴染みがない日だとは思うんですけれども、アメリカの方ではですね、この日がマリファナの日というふうに言われています。でこれ、なぜこの4月20日がマリファナの日になったかということなんですけれども、えー、いろいろとですね、諸説あるということなんですけれども、えー、過去にですね、70年代アメリカの高校生が、 4時20分、夕方の4時20分にマリファナをですね、吸、え、う、ー、と、放課後にマリファナを4時20分に集まって吸うというところが期限となって、4時20分が、4月20日がマリファナの日というふうになったと言われています。で、それと同じ日、4月20日なんですけれども、今、アメリカの方でものすごく、えーまあ、流行ってるというふうに言い方が正しいのかもしれませんが、 同時、えー、コイン DOGE というティッカーというか、えー、そういうふうに使われている同時、えー、コインというのがあるんですけれどもそれがですね4月20日が同時デーというふうになっていますこれ何をする日かっていうと特に何をするっていうのは、まあ、特に決まってないと思うんですが、えー、その日にかけてみんなで同時、えー、コインを買ってまあ盛り上がろうみたいな日なんですね本当なんんななだそれれいう感じなんですけども、まあこの イーロン・マスクもですねここ最近非常に頻繁に追悼しているこの同時ーーコインという、まあ、いわゆる仮想通貨の草通貨というふうに言われていわれたりとかあとはアルトコインというふうに言われたりもしますけれどもそのメインのビットコインイーサリアムというところから外れたものをよくアルトコインというふうに言うんですがそのうちの一つとなっています今ではですね市場規模も仮想通貨全体の5番目まで 上がってきていてきいいいよいよですねリップルも抜くかというようなところになってきて本当にすごい勢いでの上昇になっています。で値動き見てみるとなんですが過去のですね3か月で43倍過去の半年でまあパーセントでいうと1万5000%増上昇していて過去の1年間で見ると約2万上昇をしています。本当にものすごい勢い勢 で上がってきてきいるんですけれどもおそらく皆さんも、えー、仮想通貨フォローされてる方はツイッター、Twitter、でよく見かけるかもしれませんがもうそのいろんな,なんか分析とかがあるっていうよりも本当結構ノリに近いというか集団心理で心理でみんなで盛り上がって買ってそれがものすごい上がってるっていうところまで来てるとでもちろんこの仮想通貨というところで、えー、この同時コインについてはですね支払いに、まあ、そのトランスファー送金する際に スピードがものすごいというかまあ速いと言っていっ程度ということもあって送金には使えるよねという話もですねコメントでいただいたりはし,たいし,していたんですけれども、えーまあ、じゃあそれ以外に何があるかっていうと、まあ、みんなが使うというかみんなが投資対象として持ってるというようなこと以外に特にまあ,めまあ変な言い方ですけど特に目立ったものが ない中で、やはりイーロン・マスクですとか、他の著名人もツイートしたりとか、やはりこういったムーブメントで上がってきているというのが、まあ、メインの理由の、えー、草、コイン、アルトコインというふうになっています。で、これが4月20日、今日は、まあ、アメリカの時間でだと思うんですが、えー、同時で本当にどんな動きを見せるのかというのが、現在注目をされています、えー。ここ1週間だけでもですね、えー、約450%上昇していて、えー、この 来たり本当に4月20日に月日どういううい動きを見せるかかとのは非常に注目かなと思ってます僕もちょっとツイートしたんですけれどもこれいわゆるですねレディットというふうに言われているまあアプリを使ってコミュニケーションを取っている人たちもですね多く参戦をしている中でレディットといえば GME ですかねゲームストップの株が非常に注目一時期集めましたけれどもあのゲームストップが注目を集めたタイミングっていうのはですねマーケット全体としても非常に活況だったタイミングだと 思いますしあとはですね空売りがものすごく溜まっていて、えー、そういったところからの巻き戻しで、えー、実際に本当にポジションを持っている人たちが買い戻さないといけないっていうような強制的な状況にも、まあったわけなんですよねただし今回のこの同時コインに関しては、えー、そういった、まあ、ある意味、えー、実銃の伴ったって言っていいのかわかんないんですがまあ、そういったものもないですしマーケット全体としても 少し今頭打ちという,ふうになってますね、まあ、株式市場ではありますけれどもでそういった中で本当に上がってくるのかどうかっていうのはこの同時、えー、コインというか仮想通貨全体の盛り上がりに、えーまあ、影響があるというか本当にどれだけこれのこのムーブメントが力強いものなのかっていうのを示す一つのポイントになってくるんではないかなと思っています、えー、ここ最近1週間かけて、えー、さっきも言ったようにその450%も上昇してきている中で このの動きは今後も続くのか、そして、えー、実際にですね、タイムズマガジン世界的に有名なタイムズのマガジンも、えー、仮想通貨をです、ねえー、支払い通貨として受け入れますよというコメントも、えー、出ていましたコメ,コメントというかニュースですねでもちろん以前発表されてましたけれどもテスラもこういったものを受け入れるというふうな、えー、今後形となっていく中で、えー、仮想通貨のポジショニングというのがですね、どん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 強くなっていっているというのが今の現状かなと思っています。 で実際に、えー、日本でもそうですし世界的にも仮想通貨のです、ね、取引のボリュームとあとは市場規模がです、ね、かなり、えー、大きくなっていることもあってもう無視できないムーブメントになってきているかなと思っています一部では、えー、パンケーキスワップというのもです、ねえー、行われていて、まあ、これどういうものかというと、えーまあつのまあ、2つの通貨を別々で買って、えー、通常通貨って。あのー まあ仮想通貨とかまあ何でもそうですけども、えー、次いで行われますよね。例えば、えー、ドルと円だったらドルと円の通貨の交換になりますよね。で、それでパンケーキスワップっていうのは、そのパンケーキっていう、まあケーキって言われてる、えー、一つの仮想通貨ともう一個の仮想通貨のペアのこのスワップっていうふうに言われてはいるんですが、まあ実際に何をするかっていうと、えー、取引所に対してその二つの通貨を、まあ担保として入れることで、 その担保として入れた通貨を、えー、リクイリティ提供として、まあ、マーケットが使うと。で、そこで、えーまあ、市場に対してリクイリティを供給するっていう意味の、えー、商品、まあ、いわゆる金融商品になってるんですけれども、まあ、そうすることによって金利ですね、が数十パーセントもらえることで1日、まあ、いくらみたいな感じで、まあ、入るんですけれども、まあ、そういったのも盛り上がっていたりとか、本当にもう 今、今まではありえないぐらいのムーブメントが仮想通貨界に今起こっているんじゃないかなと思っています。概要欄にありますけども僕の、僕もですね、新しく仮想通貨に対して講座を開けたりとかして今、いろいろとやっているんですけれども、もう本当に新しい商品というか、これまで株式市場とか金融市場ではなかったような商品が提供されていて、まあ、これ推奨するわけではないんですけれども、この金融っていう自体のものの 発達というかブロックチェーンの発達というものが本当これまで以上に金融市場とか、まあ、こういう資本のシステムっていうのを加速させるような今スピードで革命と言ってもいいほどのことがですね今起きているというのを日々感じていますこの動きがですねもちろん4月20日以降もしっかりと続くと思っていますしまあとはですねこの続くと思っているっていうのは同時コインが上がるとかっていうよりも仮想通貨に対しての資金流入もそうですし まあ、あとはですね、アメリカの方でも、えー、ビットコイン、もしくは仮想通貨の ETF の今、準備が進んでいると、まあ、どのタイミングになるか分かりませんが、遅かれ早かれ、まあ、こういったところはしっかりと、えー、ETF が導入されてくるんじゃないかというのは今、観測も強く出てきてますし、あとは中国の方もですね、えー、ビットコインですとかこういった仮想通貨を、えー、投資の対象と資産として認めるというようなコメントも出ていたりですとか、まあ、あとはイギリスの方でもですね、 デジタルアセットデジタル通貨のですね今後導入を検討するようなタスクフォースをですね作ったりとかですね財務省と中央銀行が協力して作ったりとか、まあ、こういったところがですねどん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 世界中でも進んでいてもう中国に関してはですね人民元デジタル通貨として試験も終わって導入というような方向性に今後なってきますけれどもこういうふうになってくるとデジタルアセットのデジタル通貨の 日々生活で使うというところにどん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 人が慣れていくことによって、えー、もちろんビットコインなのか、まあ、デジタル通貨、まあ、国が発行するデジタル通貨なのかいろいろな形があると思うんですがこういったところがさらに浸透していくんじゃないかなと思っています。えー、とりあえずはですねこの4月の20日同時でですけどもちょっと僕も乗ってみようかなと思って少し資金を入れてみました。 えー、今後どうなっていくか分かりませんがこの1日同時デーでマーケット反発というか、えー、上昇すごいするのかどうかっていうのをですねとりあえず、まあ、お祭り気分で、えー、見ていきたいと思います、えー、今後もですね仮想通貨ちょっと僕別チャンネルで仮想通貨のチャンネルをですね今作ろうかなと思っていてゴールデンウィーク近辺でですね、えー、皆さんにあの何、ー、て言うんですか リリースじゃなないいいでででですすすけどもできればいいなと思ってますので、えー、ぜひですねご興味のある方はそちらも今後、えー、見ていただけると嬉しいです。ということで、えー、本当に何て言うんですかね、あのー、流行りものではないですけどもやはりここ最近のレイディットに関連した値、ね、動き見てみるとこういった流行りものに、まあ、一瞬だけでも乗ってみるともちろんそんなお金たくさんは入れないですけども、えーまあ、面白いですし仮想通貨をやっぱ勉強するっていうのは実際やってみないと分かんないなっていうのも正直あるので ね、少しだけでもトライしていきたいなと思ってますのでそういったところも皆さんと共有していきたいと思います。はい。ということでまた次回の動画、ポッドキャスト、ボイシーでお会いしましょう。さよなら。